スケ農神社は、茨城県笠間市笠間にある、スケ白山の笠間城跡に鎮座する神社。縁起式神明町のスケ農神社の論者である。旧社家具は損者。東日本大震災による被害のため、スケ農神社を含む笠間城天守クルアートは、笠間市の公式ページでは、立ち入り禁止区域になっているが、実質的には、立ち入り可能となっている。ただし、 2019年10月の台風19号による倒木のため、千人溜まり駐車場は立ち入りも駐車もできない。スケハク山の山頂にある、笠間市指定有形文化財、笠間城跡の天守クルワートに鎮座する、笠間県立自然公園の一部である。中近世の上司であるとともに、継承地であり、笠間稲荷とスケハク山として、茨城百景及び、 茨城森林浴の道百選の一部に選定されている。スケ白山は三白山、佐城山、スケ氏の大山とも表記し、上司であることからお城山という通称もある。日立国風土器には新張軍と長軍の軍境に位置する大山として描かれている。スケ白山の由来については次のような説がある。スケ白山の山頂は九本丸の平場から、 急春な岩場を登った先にあり、これを別に、阿武山という。かつてのスケ白山の社には、山名、または山頂の通称を冠して、山白権限や、阿武権限という別名もあった。スケ白山では、中世以後、百字の某社の乱立、笠間城の築城、宇都宮明神の環状といった重大な変化が、しばしば起こった。現在のスケ氏神社は、 元は、阿武山に鎮座していたが、笠間城追記のために、再六の下市県村に下ろされ、明治維新後に旧地に服したとされている。そのため、鎌倉時代から江戸時代末にかけては、助白山の遠隔からは離れていた。一方、中近世の笠間城に関する資料には、三社、大明神、三所大、明神、六所根源、助城三社、 スケ山三さん参大名人といった社名が登場する。これらと現在のスケの神社、式内社のスケの神社、中近世のスケ山の社寺との関係は複雑なものになっている。例祭は11月16日である。その他、2月15日の記念祭、4月22日の臨時祭がある。スケシ神社は、笠前な神社の兼務者となっており、年間行事は、 笠前マ神社のウェブサイトに掲載されている。神明社、鹿島神社、ヤサ神社、熊野神社、伊藤木島神社の五社がある。スケシノウ神社は、俗日本語記の末録六、昭和四年三月土の恵二十五日の記述に、日立国二張軍差しの大神、マカベ軍、大国玉神、ナミ、アズカも、非年特有霊印なりとあり、スケシノウ神として、 大国玉の陣と共に感謝に預かった。さらに、延長5年、演技式新名庁に、北地国の新張軍隊逸座小二座の内商社、助ケのノ神社として記載された。現在、式内差しの神社の論者には、笠間市笠間の助氏の神社、石岡市柿岡の助氏の神社、石岡市、染谷の助氏の神社、石岡市、村上の助氏の,神社,氏の,助氏の神社の4社がある。 石岡市内の三社は、大庫の新張郡ではなく、茨城郡に属することから、否定者としては、古くから笠間が有力とされてきた。ちなみに、石岡市柿岡の助市の神社は、豊吉入彦の命の屈上との伝承がある、丸山古墳に鎮座している。丸山古墳は、近世の発掘調査によって、古墳時代前期という、古い築造であることが判明した経緯を持つ。 文献上の証拠はないが、豊木入彦の命の伝承と共にある神社である。石岡市染谷及び村上の助氏の神社は国志見在社で式内差しの神社と並ぶ古社であり、近世は竜神宮とも呼ばれていた。伝承によれば、白地年間の助白山には誇らさかいと、仮覧があった。鎌倉時代の初期、助白山には百字の傍者があり、 徳蔵村の布引山の三百ボート敵対し、合戦に及んでいた。参道入口には、某社の争いに使われたという大国籍が残っている。元旧二年、助白知らせは、宇都宮頼綱に援軍をこい、宇都宮寺朝の発行を得て、布引税を討伐したが、結局双方が破却された。憲法三年、笠間を領有した宇都宮寺朝は、祖国から、 宇都宮明神を勘定した。この宇都宮明神の勘定は、現在のスケ白山再録に鎮座する三所神社の有意所に属している。さらに、上級元年から家庭元年にかけて、笠間城を築城し、笠間市を名乗った。この笠間寺朝による、笠間領有と笠間城築城をきっかけに、スケ白山から、スケシノ神社と、城山稲荷神社が下ろされた。 このような整理が行われたにもかかわらず、県庁年間、スケハクさんには依然として、アブグー、ミチハ、マミョウジン、ヤワタグー、イナリシャ、ベンテンシャ、小生明神の六祠があったという。中近世の笠間城の記録には、様々な社名が登場する。新編日立国史は、スケ氏の神社を、茨城郡三白山にあり、今三白権現と称す、祭れる神三座あり、 故に三所大明神と称すとし、これらをすべて同じ社とみなしている。しかし新編日立国史が根拠とする文明9年胸札は、三所大明神演技によれば三所神社の由緒に属するため、少なくとも、助代三社、三社大明神、三所大明神は三所神社の故障であって、助ケの王神社を指すものではない。天文、A6 の胸札については、 現在これを由緒としている社寺は不明である。群合校が言う、三四郎権限は、笠間城中にありということから下市家村の助寺、能神社は適さず、再六の三所大明神、昭福寺境内の六社権限、または、その他の社のいずれかを指すものと考えられる。三所、神社三所神社は、元は、上岸元年に創始された三発姫命の地を祀る社で、あり。 ここに、宇都宮明神の宗殿に座が誕生され、笠間城下の鎮守となった。この三座または四座を中央に、右殿に、八幡宮として、本田別名を、左殿に、雨の子屋根の命を祀る社殿を建立し、三社大明神、と名付け、笠間城下の鎮守に定めたという。三社大明神は、文明九年及び、元禄十年の再建後、 公暦5年の修法で一部に合祀され、鳥居変額の社名を、三所大明人と改めた。明治維新後は孫社に列した。現在の祭人は、大国主大臣、ことしろ主大臣、三ほつめ大臣、竹中方大臣、日野家具土の大臣の五柱である。助白山小福寺助白山の仏寺は、元九年間の小福寺の破却後、ほどなく再興して、宝消坊を、 修林坊、座禅坊、松本坊、赤井坊、桜本坊の六坊が立った。しかし五坊は改めて整理され、天正十八年、勝正坊を山上に移して、観音寺を建立した。当初は、勝福寺と合していたが、上京三年に正福寺と改めた。元六十年に画乱を修補し、翌年の元六十一年、スケ山六社権芸を境内に造営した。 明治四五年、ガランが、カナンに会い、ナムを逃れたミ事体が五代3、玄マサルインに安置されていたが、昭和五年、仮本堂を混流して、スケハクさん寺ンゼオンとこした。平成二十四年、スケハクさ福寺の旧昭に服した。大日本地名辞書の、スケハクさん書大言言に係る記述は、明記はないが、語彙や文脈からは、新編日立国史を参照しているため、 三四権限や三初代明神との混同による御陰陽とみられる。六社権限は明治初期の火災の影響か昭福寺境内には現存しないようである。明治五年、最後の笠間藩主、四尺牧野忠寧公により助ケの王神社が旧地に服した。この際、笠間城老閣の廃材を利用して、社殿や築地掘りが造営された。明治六年、 八幡神社、城山えなり神社、伊木島神社、かすぐるとっち神社、出世稲なり神社の五社を合併し、孫社に列した。平成23年、東日本大震災により、被害を受けた。現在の祭神は、特選神明町に、茨城県神社六に、大国玉の命とよき入り彦の命県を雷なりの、男命と、運では三所明神の名によれるなるべくとあり、 三所大明神の衣装が根拠になった。一方、笠間貧乱のように、助白山の頂上にあり、すなわち、九条天守閣の後にして、阿武ゴ元、道派、マ明神の二神を祀る、阿武ゴ元ゲは俗に、安野の城という、共に雷神なりとし、祭神を三座ではなく、阿武ゴ元と、道派、マ明神の二座とする資料もある。二座は雷神であり、阿武ゴ元には、 安野の城という別名もあったという。新編日立国史にも、阿武黒馬釜は、阿武山に祀られていたとあるため、いずれにしても、この二神は、大古から、スケ白山の別格の神であったと考えられる。新編日立国史は、スケ氏の王神社の祭神を、阿武権限、黒馬釜権限、昇生権限の三座とし、神明は、僧侶の管理下にあった歴史の中で失われたとしている。 三座の本来の鎮座地と名称の意義については、次のような注釈を付している。主神は、青山信之の説を引いて、左右皇の祖神である、豊吉入彦の命ではないかとしている。宝筆部分に、新先生四六に、茨城作り、豊吉入彦の命の後なりとあることから、噛み付けの下付けのの豊吉入彦の命を祖神とする。 詩人の移住によって、茨城という地名が生じたとする。また、スケジド港、豊木入彦の命4世孫太閤伝別名の、後なり、また、運、左予港、豊木入彦の命の後なりとあり、スケジド港と左予は、茨城作りと同祖であることから、茨城軍にはその詩人もいたと考えられ、彼らが、新張茨城の軍会に位置するスケ白山に、祖神を祀る。 助けのお神社を創始したとしている。廃止に座は、すじ天皇と、豊木入彦の命四世今後の太公たわき命では、ないかとしている。式内差しのお神社の祭神を、豊木入彦の命とする説は広く伝播し、現在の論者四者はすべて主人としている。なお、豊木入彦の命は、宇都宮市の祖神でもあり、現在の宇都宮明神の主神だが、宇都宮寺朝が、 笠間に感情した神は愛殿の荷座だった。ジアサは、宇都宮氏の祖神としての豊木入彦の命ではなく、藤原氏の祖神としてのアメノコ屋根の命を祀ったという。印の参考文献は、国立国会図書館デジタルコレクションで参照可能。ありがとうございます。